はい、こんにちは、ケイドラです。今回は窓マギコラボアルファ引いていきましょう。提供割合はこちら、個別ピックアップがないんで終始この確率ですね。やっていきましょう。まあ全キャラ1体ずつゲットして、でサブ機も空中庭園登ってるんで、サブ機でも1体ずつ窓かが欲しいっていう感じですね。これが本当に個別ピックアップないのがきつい。カシモンできないですからね、空中庭園が。カシモンできたらメインでいっぱい引いてもよかったんですけど、どうしてもカシモンできないんで、サブ機で頑張って引こうと思ってます。いや、ほんと 1.2% の1点狙いはね。まあ今年で言うと、僕フリーレーンコラボの時に、あれも個別ピックアップなかったんですけど、フェルン1体出すのにオーブ1750個かかったんですよ。これが 1.2% の怖いところっすよね。でシュタルクが5体ぐらい出るという偏りがあるんで、本当に個別ピックアップないと厳しい。でましてや9月1日の0時からおそらく去年同様にコラボ来るんですよね、この感じだったら。まあ、去年は SAO コラボからのキングダムコラボがね、9月1日の0時から始まって、で SAO コラボアルファは9月2日までやっていたんで、若干コラボ期間かぶったんですよ。なんかまあその辺の権利関係よくわかんないですけど、なんか良くなさそうじゃないですか、あんまりどうなんですかね。まあ、言っても周年時に若干かぶったっけ、かぶってはないか。まあタイムシフトはできるけど、ジョジョコラボが始まったタイミングでは基本的に通り部コラボ終わってた気がするんで、あんまり被るの良くなさそうっすよね。だから今年は被らないように8月31の23時59分で終了しますよっていうことになっています。9月1日の0時からまあおそらくねコラボ来ると思うんで、で若干ねモンストニュースで発表してから期間あるんですよ。9月1日の0時は日曜日なんですよね。まあ土曜日の晩ってことなんですけど、まあ、すなわちなんか2段系とか3段系のコラボは全然できるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、期間があるイコール、まあ、2段系3段系って使ってみたら結構渋滞するじゃないですか。なんでそういうタイミングでは結構もってこいなんですよね。シレット結構やばくない？オーブ300個使って0体ですお、久々にこのシンプルストレイクショット聞きました。まあ、コラボ確定もあると思うんでね。さあ誰が出るでしょうか。一旦窓か出しとこう。 OK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  一番当たりきましたね。一旦 OK 窓か。はい、で残り京子と穂村ちゃんですね。まあ京子はこれから試練の4をがっつりやる方以外は未来投資も基本ないっすよね。加速持ってるから偉いと言っても、だからといって加速持ってるだけで超評価できるかっていうと、そういう時代ではないんでね。加速プラスなんか割合とか遅延とかあったらよかったんですけど。さあ誰が出るかな。全然関係ないアルビダ。これ90連目かな。90連してまだ1体。ここ最近ガチャン良かったんですけど、下振れてきた。これ姫路さん、なんと全然出ない。次100連目です。オーブ500個目、確定が出ないな。確定はない、ない。窓か2体目、特エルついてくれないか。100連で窓か2体。まあまあまあ当たりだからいいか。あと穂村ちゃん京子なんですけど、できれば早めに出てほしい。出て出てよ、しょっこら。おお、どっちかやな。よし、穂村ちゃん、あとは京子だけですね。重進化しました。特エルがついてるぞ。何でしょうかこれは。スコアカシ、くそ
無印の方で光ってたんか、ステータスが。残り1体ですけど、しれっと軽く出てほしいな。でコラボ確定も出てほしい。これは誰だ、タローマティか。どこ用に作られたかよくわからないタローマティさん。気候封じ EL は未開56の別にどうでもいい反射員だけにキラーが乗ります。足封じ EL 持ってるんで、なんかまあ今後ダブルギミックとかでコラボ超究極でたまに顔出してくんのかなって思っときましょう。でも意外とね、コラボ超究極でハマるって言ってもなんかね、コラボ超究極の敵って大体なんかラスボスとかじゃないですか。ラスボスか、まあ、強敵なんですけど、アジン族意外と少ないんですよなんか魔族とか魔人とかね、魔王とかそういう特殊な種族が多いんで、意外と足封じが乗らない。大村京子はどこ行ったの。来い、確定来い、コラボ確定来い。どこで来んのかな今回。なんもなし。ギルガメッシュなんかちっちゃいな。いや頼むよ、一旦コンプさせて、でコラボ確定来ながらコンプさせて。イゾルデ妖精頼むって。星玉ワンチャン4回目行くかもね。星玉が仕事してないのか今日。何もないオーブ残したかったな、できるだけ。溶けていくよ、どんどん溶けていく、どん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 溶けていきます。そろそろお願いします、コラボ確定と強固。残り30年しかできないんですけど。ベイカーズ多分そろそろボックス埋まりそうっすね。確定が来ない、ストライクショットしか言ってなくない。あ、なんか黒くなった。君なら運命を変えられる。お、すいっぱいいる人が一瞬諦めたらそこで試合終了ですよって言うかと思った、びっくりしたわ。キューベイが確定演出でしたね。なんか暗くなりましたね。でなんかコラボアルファすなわちこういう系が多いイメージある。女の子いっぱいいます、行きましょう。これで強固出たら完璧です、頼む。いやなんかすごい浮いてるように見える、卵が錯覚した。本村じゃない、京子。いやさすがに京子一点狙いで1900個も使いたくないから、オーブ1500個も行きたくないから、出なかったら一旦今回は特段まで狙ったりしようかな、まあ、コラボ確定も見れましたからね。特玉で狙って、まあでも星玉のキュピンがあるな、まだ。キュピレキュピレじゃ。モネ。さあ次オーブ1000個目です。でちょうど星玉こう4回目かな。なんでキュピンの可能性は大いにあります。確定なし。落ちた！おお、よかった、救われた。あぶね。いやでもこんなに使わされてるから全然勝ちじゃないな。久々にオーブ1000個も使ったな、一つのガチャで。なんとかコンプできましたからのキュピーン、惜しい、惜しかった。そろそろ4回目だからコラボキャラ出ない、出しとこうよ。星様の価値下がるよ。おいふざけんな、ダークマイト来たわってことで、オーブ1000個使ってギリギリコンプできましたね。ほんとギリギリ。まあ
マドカが本当に一番の当たりキャラなんで使ってみるのが楽しみなんですけど、本当に空中庭園僕サブ機でもやってるんで、サブ機でも頑張って引きたいなと思ってます。以上そんな感じでご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんのガチャ結果もコメント欄で教えてください。そして高評価チャンネル登録の方もお願いします。それではバイバイ。